薄木森の傘は、原竹か原竹属に属する、キノコの一種。傘は、計4から15センチメートル程度、幼児は、半球状であるが次第に開いて平らになり、時に不明瞭でなだらかな中、丘を備え、粘性は、 ほとんどなくやや剣視状の光沢を表し、クリーム色をないし淡いレモン色を呈し、触ったり傷つけたりした場合、あるいは希薄な水酸化カリウム水溶液を滴化した場合には、速やかに応変する。傘の肉は、比較的、薄く、柔らかくてもろく、ほとんど無味無臭、またはかすかに、アニスのような匂いがあり、断面はわずかに黄色く変色することがある。 ヒダは蜜で柄に、理性格なし、幼児は白色であるが次第に桃色を呈し成熟すれば帯紫暗褐色コーヒー色となる。柄は、長さ8から1 2トル計1から3センチメートル程度、基部が大きく株状に膨れるとともに、しばしば白い根状の木に下葉をつけ、中ほどに大きな、ツバを備え、中空で折れやすい。ツバは、 破れやすい膜質で、上面には放射状に配列した、繊細な条項を有し、下面は細かい綿くず状の白色臨片に覆われて、おり、脱落しやすい。放射紋は、暗褐色ないし、紫褐色を呈する。放射は、楕円形、平滑大きさ6845メートル程度、側シスチジアはなく、円、シスチジアは短い柄を備えた。 累級形ないし短い棍棒形、あるいは幅広い防水型を停止、無色、薄壁である。傘の表皮は補服した菌糸で構成されており、菌糸はほとんどゼラチン化せず、しばしばカスガイ連結を備えている。若い個体の傘若い個体の柄と傘柄の上部に、膜上の唾がある膜上の唾を少し破った状態。若い個体では、ひだは、 白色老菌の柄と笠老菌のヒダは、黄色紫褐色となる、不正菌の一つで、落ち葉や落ち枝の多い林内の地上に生える。日本では、梅雨の頃から秋にかけてよく見出される。欧米では主に頭皮などの深葉樹林に多いと、されるが、日本では、各種の紅葉樹の樹下や竹やぶなどにも発生する。カドミウムの集積性が知られている。また、 実験室内での培養試験によれば、1リットルあたり0.5ミリグラムのカドミウムが含まれる培養液を用いることで、成長率は約2倍になったという。この性質は、カドミウムミカファスファテンと命名された、低分子量の金属結合タンパク質の存在によるものであると言われている。日本と北、アメリカ及びカナダに分布する。白森の傘は、 発生環境がよく似ているが、柄の基部が急激に膨れて、海形状をなすことはない。また、白大原竹は、より大行で、柄の基部はやはり海形状に膨れることがなく、森林内の地上より、路傍や草原を好んで発生する点や、薄木森の傘に比べて胞子が、やや大きい点などにおいて区別されている。柄の基部の形状や、胞子のサイズなどには、 変異が多いと考え、これらを区別せずに、同一種として扱う意見もある。もともとは、チャールズ・ホートン・ペックによって、アガリクス・オブラプティスの学名のもとに記載、報告されたが、この学名は、エリアス・フリースによって、アガリクス族のフラミュラー族に所属する別の金に、対して、すでに用いられていた。後に、フラミュラー族は正式な族に格上げされるとともに、 フリースが命名したアガリクス・オブラプティスは俗名が組み替えられてフラミュラ・オブラプティスの新組み合わせ名となった。フリースの概念によるアガリクス・オブラプティスとペックの概念によるアガリクス・オブラプティスとは異物同盟の関係となるために原木採者のペック自身の手で学名がアガリクス・オブラプティバルバスに変更された。薄木森の傘は 白森の傘白を原武へさもたすなどとともに、原武族のアーベンジーズ群に属している。若い者は食用になるが、特に食用価値の高い幼菌が、多くの猛毒種を含む天狗武族のそれと非常に似ているため、注意が必要である。また、蒸気のように、カドミウムを蓄積する性質がある点にも、留意するべきである。 同族に属する作りたけなどと異なり、食用としての人工栽培は行われていない。ありがとうございます。